突然だが霊夢、このマークを見たことあるか？映画の年齢制限みたいなやつね。ということで今回の作品はこちら。R15 じゃダメですか？映画の話ってこと？そうだ。主人公の秋音は親から全ての娯楽を禁止されたため、ドラマのキスシーンなどの刺激的なものに耐性が全くなかったんだ。今時珍しい家庭だね。持たされてる携帯もメールと通話しかできないしな。過保護すぎ。しかし秋音も興味がないわけじゃないんだ。友達から見せてもらったりしたけど、ちょっと刺激が強すぎたんだな。しかしながら、周りの友達が普通に視聴しているのを見て、自分だけが、子供のままでいるという焦燥感に駆られていたんだ。この状態で成人したら、地雷女になっちゃうもんね。そんな中、先生から冬峰という生徒の課題を回収してきてほしいと頼まれ、冬峰がいると思われる、映画研究会の部室に行ったんだ。そして扉を開けると、なシーンを見てるとこに遭遇したんだ。タイミング悪。そして冬峰はあれは R15 映画だと言ってきて、R15 映画の説明をしてくれたんだ。まあ全年齢の映画よりは刺激が増えるな。そしてなんやかんやあって、冬峰が課題をやってる間、R15 映画を見せてもらえることになり、今まで知らなかった世界に足を踏み入れることになる、といった作品だ。大人になるって結構難しいテーマだよね。今の成人は18歳からだけど、R15 という区分があるということは、15歳である意味大人の階段を登った、とも考えられるだろ。確かに、大人について考えながらも、様々な映画の紹介がしっかりあったり、なぜ娯楽が禁止されているのかとか、相手を舐めると、48時間以内に見た映画がわかる人が出たり、様々なことが起きるんだ。詰め込みすぎや、みんなも15禁映画について考える、いいきっかけになると思うぜ。ちなみに冒頭のきっかけのこのシーン、これはガチ AV だ。今回はここまで、この作品が気になりましたら、高評価チャンネル登録と、作者の印税をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。